日本の漁業は衰退の一途をたどっている。日本漁業の生産性は低く、燃油の国際価格が上がるたびに、公的資金による燃油代の補填を求めるデモが行われている。漁業で生計を立てるのが困難なことから、新規就業者が途絶えた状態が何十年も続き、その結果として、漁村の限界集落化と高齢化が進んでいる。2025年までに、漁、記事全文を読む。